こんにちは、ベビチューブです。今回は私がしていた離乳食1ヶ月目の進め方をご紹介します。離乳食は5、6ヶ月頃から始める人が多くて、私も5ヶ月過ぎた頃から始めました。時間はだいたい午前中の9時頃を目安にあげてましたよ。10倍がゆを小さじ1ずつから始めます。赤ちゃんの食べ具合を見ながら2、3日おきに1さじずつプラスしていきます。2週間目から10倍がゆプラス野菜や果物を10倍がゆ同様に小さじ1ずつから始めます。3週間目からは10倍がゆと野菜や果物プラス魚や豆腐を小さじ1ずつから始めます。4週間目からは10倍がゆ、野菜や果物、魚や豆腐の3品を食べるようにして、いろいろな食材に慣れていきましょう。あくまでも目安なので、子どものペースに合わせて離乳食を進めていってくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ベビチューブではママに役立つ動画を毎日配信しています。 SNS もやっていますので、説明欄からフォローよろしくお願いします。それではバイバーイ。